ハッシーの愛称でも親しまれていた元プロ棋士の橋本貴則氏が元妻らを桑で襲撃し命を奪おうとした疑いで逮捕されていたことが2023年7月21日に判明した。それまでの将棋棋士のイメージからかけ離れた明るいお調子者のキャラクターで将棋界の異端児と称されていた。しかし橋本氏は昨年プロを電撃引退しており、その後ぱったりと音沙汰がなくなっていた。橋本容疑者は元妻に対する名誉毀損の容疑でこれまでに2度逮捕されており、6月には大津地方裁判所から懲役1年6ヶ月執行猶予4年の判決を受け確定していた。天才棋士橋本貴則に一体何があったのか、なぜこのような行動に及んだのだろうか。これまでの橋本氏の棋士としての活躍と今回の事件に関する詳細を世間の声とともに紹介していく。1983年3月3日生まれ、出身地は石川県小松市。将棋好きの父親から教わり、小学校3年生で将棋を打ち始めた。本人はもともと将棋は好きではなかったが、スーパーファミコンが家になかったため仕方なく将棋を打っていたという。しかし橋本少年は徐々に力をつけていき、将棋にのめり込んでいった。1994年、小学5年生の時点ですでにアマチュア4段に匹敵するレベルだった橋本氏。周りの勧めもあり、小学6年生の時に奨励会に入会するに至った。奨励会試験の結果は2位で6級で入会。試験対局の成績は7勝2敗だったが、その2敗はいずれも反則負けであったという。お調子者の反面、将棋では絶対に負けたくないという橋本氏の姿勢の表れとも取れる。1998年、15歳の時には三段リーグ入りし、プロ棋士の道を目指すが、2期目で2連敗して5位となったため、当時プロ入りは叶わなかった。奨励会の決まりで26歳までに4段を取得できなければ強制的に奨励会を退会せざるを得ない。そんな中、橋本氏は焦りもあったのか、なかなかいい成績を残せず苦戦していた。思ったように成績が残せず苦労していたが、努力の甲斐あって17歳の時に見事息でプロ入りを果たすこととなった。そして2012年、29歳の時には8段に昇段すると同時に A 級に昇級。しかし翌年には B 級に降格してしまい、その後あまりいい成績は残せていない。プロの将棋の対局時は特に服装や髪型に決まりはない。それでもやはり将棋は日本の古き良きものというイメージが強く、ほとんどの棋士はタイトル戦の際和服姿やシンプルなスーツ姿で対戦する。しかし将棋界の異端児橋本氏は2004年21歳の時に NHK 杯テレビ将棋トーナメントに出場し、その際の装いは観戦していた人たちの度肝を抜いた。パープル色のワイシャツに金髪パンチパーマといったいでたちで現れたのだ。この話題性から、そのトーナメントを勝ち進み迎えた羽生善治戦におけるテレビ視聴率は通常のそれと比べて3倍になったという伝説を残している。対戦相手を動揺させる作戦だったのか、単純に個性なのかは定かではない。それでも自身は対局中は神経を尖らせ、相手のセンスが気になるなどとクレームが出る場面もあるほど。他にも橋本氏はカメラに目線を送ったりガッツポーズをすると、風貌だけではなくいろんな行動や言動で世間を騒がせてきた。対局後のインタビューでは、ひふみんこと加藤一二三棋士のモノマネを披露したりとかなりのお調子者、常に面白い要素を盛り込んでおり、あまりにキャラが立ちすぎていることから2015年4月放送の有吉反省会では、プロ棋士なのに目立ちすぎと特集され、将棋ファン以外からも注目を集める存在だった。さらに2015年にはなんとモデルデビューも果たしている。このように将棋界の固いイメージを変えてきた橋本氏、藤井七冠を観察し指し手の予想を的中させたことで藤井マニアと呼ばれたり、羽生九段に連勝したことから羽生キラーなどとも称されていた。さらに見た目と行動とは裏腹に温和で礼儀正しい棋士だとも言われていた。ところがこの強烈なキャラで人気を獲得する中、2021年4月2日付で日本将棋連盟に引退届を提出。その後届けは受理され、電撃引退をすることとなった。当時橋本の将来を案じた連盟常務理事の森下卓氏は、橋本が提出した引退届の受理を保留し、橋本に何度も本意を促していたという。一方本人は引退と同日に YouTube チャンネル橋本貴則チャンネルとツイッターアカウントを開設し YouTuber デビューを果たしていた。
連盟のリリースでは引退理由を一身上の都合としていた橋本氏。しかし実際は元妻との離婚訴訟問題や子供の親権をめぐって活動休止が続いたことが原因であるとされている。自身の YouTube チャンネル動画や雑誌インタビューなどでは2019年7月に妻と息子が別居を始めたことについても言及していた。これをこの連れ去りだと主張し、親による子供の連れ去りを違法とするための活動を考えているとも述べていた橋本氏。本人はその活動が国を批判することとなり、国から優遇を受けて成り立っている将棋連盟への迷惑となることを懸念しての引退を決めたと述べている。そこからは精神的に追い込まれたのか、ツイッターでの過激な発言が増えるようにもなり、ファンからは心配の声が上がっていた。実際に橋本氏のツイッターのプロフィール欄には心身に不調を抱えて約2年との記載があるなど、精神的に不安定な様子がうかがえた。その後、2021年9月23日を最後に YouTube チャンネルへの動画アップロードを停止、11月16日を最後に Twitter への書き込みが途絶え、その後長期間音信不通となっていた。しかし2023年の6月に福岡県天神のホストクラブクラブライトにてホストとして働いていたということが発覚し話題になった。しかし結局ホストクラブでもトラブルが絶えなかったようで、約1ヶ月で実質的な解雇に至った。このようにファンからの心配の声が集まる中、衝撃のニュースが世間を驚かせた。なんと橋本氏は元妻とその父親をクワのようなもので襲い命を奪おうとした疑いで逮捕されたのだ。さらに犯行時の橋本氏は元妻への名誉毀損で有罪判決を受け、執行猶予中だったことも分かった。橋本容疑者は自身の SNS で元妻を中傷したとして今年1月に逮捕され、6月に名誉毀損罪で懲役1年6ヶ月、執行猶予4年の判決を受けていたのだ。事件は滋賀県大津市の橋本氏の元妻の実家で起きた。7月20日の午前7時ごろ、橋本氏は元妻の実家に窓から侵入したという。クワのようなもので、まずはじめに元妻の父親を襲い、その後元妻にも襲いかかった。父親が抵抗している間に元妻が警察に通報し、駆けつけた警察官によって橋本氏は逮捕されたという。近所の住民は最初は子供が騒いでいるのかと思ったと証言しており、現場付近には10台ほどのパトカーが止まっていたという。元妻と父親は軽傷、当時自宅にいた4歳の息子に怪我はなかった。なお逮捕された橋本氏は現在も黙秘を続けているという。そのため犯行の動機やきっかけなどは現在も明らかにされていない。将棋界をも飛び越えた人気スターが取ったあまりに恐ろしい行動、 SNS 上では衝撃を受けたファンたちから嘆きの声が相次いでいる。金髪ゴリラことハッシーさんが落ちるところまで落ちてる。かつては才能にあふれていたのにもったいないな。ハッシー嘘だろ。ハッシーさんいろいろ大変そうだったけどもやっちまったのか。将棋のプロ8段なんて人類でも上から数えた方が早いくらいの化け物級の頭脳だろうにな。硬そうな雰囲気のある棋士たちの中で異彩を放ち、独特なキャラクターで人気あった棋士なんだけどな。こんなことになるなんて本当に悲しいな。落ちるところまで落ちたんじゃなくて病気でしょうね。精神病も他の病気と一緒で急激に病性が強まることもあります。パフォーマンスをしたり将棋バーを回転したりと、渋い受け将棋で A 級まで上り詰めた将棋の実力だけでなく、将棋の普及にも才能を発揮した稀有な棋士でしたが、引退せず休場くらいにして、将棋連盟のつてで離婚に強い弁護士を紹介してもらうとかしていれば違ったのかな。碁は別地という言葉があるけど、将棋指しも万事そつなくこなすタイプもいれば、常識とか問題解決能力が子供時代で止まってしまっている人もいるからね。棋士の頃から子供の親権で揉めてたのは聞いたことあったんだけど、棋士辞めた時に連盟に迷惑がかかると言ってて、迷惑かかるようなことをする気かよって嫌な予感がしたんだよな。離婚の親権問題で元妻側と大揉めしてましたもんね。日本では先に連れ去って子供に会わせなくした方の勝ちだもんね。だから離婚弁護士が指南してることが国会でも問題視されてる。しかし成功報酬が1円でも多く欲しい離婚弁護士はこれをやめないし、司法も黙認し続ける。将棋にあまり詳しくない人に将棋をアピールする役割を果たしている部分もあったし、
良い意味で破天荒で面白い人だったのにな。ここまで行ってしまったらもうダメだわ。被害者が軽傷で済んだことは不幸中の幸いには違いない。けれど、この執着心の強さと攻撃性は次の行動もありえそうな感じがして、出所してからまた何かやってこないか不安でたまらないと思う。名誉毀損で逮捕された後も反省も見られず、検察もこの人を外に出したら危険だということを認識していた。だから保釈請求も全て却下してきた。それでも裁判では執行猶予がついてしまって今回の事件につながった。捜査に関わった人も裁判に関わった人も多くがこうした結果になることへの予期はできていたはず。でもそれを止められない司法の限界は歯がゆい。次の裁判では被害者のためにも本人のためにも可能な限り長く刑務所に留めるようにしてほしい。橋本氏の唯一無二のキャラクターとその才能を愛していたファンたちからは残念という声が多く上がった。引退した時から何かとんでもないことを起こしてしまうのではないかと懸念していた人もいたようだ。橋本氏の引退届の受理を保留していた連盟常務理事の森下氏もおそらく同じように感じていたのだろう。橋本氏が主張していた日本の法律に関しても現状の問題点を挙げて同情するような声も上がった。しかしやはり精神的に問題を抱えていたこともあるのか、橋本氏の行動は常軌を逸していた。このような行動に出てしまうことは一部では予想されている部分もあったようだ。橋本氏が世間を騒がせることは常であったが、今回は悲しい結果となってしまった。個性的なキャラクターで愛されていた天才棋士の悲劇、一時は A 級棋士まで上り詰めた彼の転落、幸いにも大きな被害が出ずに済んだが、橋本氏は今後どのような処分を受けることになるのか。